自分の性格。性格が変えられるなら性格を変える?ええ。なんか別な性格だったらどうだったろうなってことを今まで考えたこともないから、ええ。わからないけど、そうだね、アイドルみたいな性格になりたかったかな。絶対嘘ごめんなさい。わかんないだろ。いや。なんか、ええ、メイドさんみたいな。お帰りなさいませ、ご主人様って、こう、素直に言えるやつ。なんで嘘つくんですか?なんで嘘ついてないよ。あの、真逆なものを考えたのよ。ああ、なるほど。すべてのことに疑いを持たず、そういうふうに喋れる素直な心が、ええ、だったら、真逆の人生か、どんなんだったんだろうって。そんなの中村さんじゃないです。そうだね、俺ではないだろうね。やめてほしいですね。だから、時々、ね、ええ、あんまりないか。声優さんとかでもね、こう、キラキラした、素直な子を見るとね、はい、うお、眩しいってなるからね。ああ、じゃあ今、中村さんとっても眩しいんでしょうな。あれ?なんか薄暗いな、ここ。ちょっと待ってください。薄暗いはおかしい。照明ちゃんとついてるのに。この空間薄暗いな。そっか、俺闇広げちゃったか。輝きがあればな。スターの輝きがあればな。どう?性格ですか?僕、もうちょっと落ち着きたかったですね。落ち着きたい。はい。でも、年齢の割には落ち着いてるとか言われないの?まあ、言われるは言われるんですけど、その時大体人見知り発動してるだけなんで。ああ、だから、最初の頃ってこと?初期段階だ、言われますけど。